昭和60年台風第13号は1985年8月に九州地方に上陸した台風である。藤原の効果により台風12号14号とともに複雑な動きをした。新図8月26日に沖縄の南海上で発生した台風13号は台風12号との藤原の効果により速度が遅くなり沖縄の南海上を 北東寄りに進んでいた。8月28日には日本のはるか南で台風14号が発生し、日本近海には台風が3つも存在する状況になり、それぞれの台風が近くに位置することで台風が停滞したり複雑な動きをする現象により、台風予測が難しい状況であった。 ゆっくりとした速度で沖縄近海を進んでいった13号は8月30日に進路を北に変えて速度を上げながら九州に向けて進み始め8月31日には最盛期の勢力で鹿児島県枕崎市に上陸した台風は九州を縦断し9月1日には日本海を北上して北海道へ進み日本から遠ざかった 台風13号が九州に上陸する前日の8月30日には台風14号が神奈川県横須賀市付近に上陸し関東地方から東北地方にかけて被害をもたらした台風13号が九州に上陸した翌日の9月1日には8月29日に九州の南海上を精神し東、シナ海で停滞していた 台風12号が進路を北東に変え、8月31日から9月1日にかけて五島列島を通り、津島海峡から日本海へと進み、九州では2つの台風が奇襲することとなり、高潮や大雨、漁船の遭難が相次いだ。台風12号、台風14号によるものを含めた被害は以下の通り、ありがとうございます。